そうはさせんぞ。ラミレス。貴様、なぜここへ。大方こんなことではないかと思って忍び込んでいた。小僧、よくもこの私に恥をかかせてくれたな。今度は容赦しない。覚悟しろ。望むところだ。俺もバルアを出る前にお前と決着をつけたいと思っていたところさ。バイス、俺も手を貸すぜ。いや、ギルダ、あんた手を出さないでくれ。これは俺とこの男の差しの勝負なんだ。行くぞ、クゾ。やるな。お前もな。くらえ。アイカさん、お願いです。二人を止めてください。ダメさ、ファイナー。バイスもあのラミレスって男も命を懸けてるんだ。下手に止めればその瞬間にどっちかが倒れる。ここは黙って見てるしかないんだ。そんな。行け、バイス。そんな野郎切り伏せちまえ。バイス、負けるんじゃないよ。あんたがもし破れるようなことがあったら、私は。どうした？お前の攻撃はそれで終わりか？それはこっちのセリフだ。じゃあ、うわあ！剣がキザ男の剣をへし折った。いいぞ、バイス、そのまま突き刺してやれ。どうやらこれまでのようだな。バイス、やめて。この人を殺さないで。ファイナ、お願い、ラミレスを、この人を殺さないで、お願い。よせ、ファイナ。お前はこの私の命乞いをしようというのか。そうじゃない、そうじゃないわ。これ以上、もうこれ以上争うのはたくさん。行くんだ、この船から出て行け。何？バイス、俺の気が変わらないうちに早く出て行くんだ。後悔するぞ、小僧。今ここで私を殺さなかったことを、きっと。かもな。だがここで丸腰のお前を殺した方が、もっと後悔するだろう。なぜなら、俺は正義の空賊、青の空賊だからだ。ふん、覚えておけ。次は必ずお前を倒してみせる。ファイナ、お前も同じだ。どこにいようが必ずお前を探し出してみせるぞ。いいのかよ、バイス。あの男、ついやもっと手強い相手になるかもしれん。その時はその時さ。俺だって今よりもっと大人になってる。さあ、改めて出発だ。デルフィナス、発進！おい、要塞の門が閉じちまってるぜ。なに、ギルダーが仕掛けた爆薬のせいで要塞砲がぶっ飛んでいるところがある。あそこをぶち破ればなんとかなるさ。デルフィナスの手法の使者にもなるしな。そうだ、月光砲を使えばいい。月光砲？ああ、古代兵器ギガスから採取したデータを元に設計されたデルフィナスの手法だ。こいつなら。よし、エンリック、その月光砲の発射準備をしてくれ。わかった。発射準備完了。よーし、行くぞ。月光砲発射！
なんて威力なんだ。おいバイス、俺にも撃たせろや。デルフィナスの進水式をド派手な花火で飾ってやるわ。よし、要塞を突破した。ふん、ざまみろってんだい。すごいすごい、本当にあの要塞を突破しちゃったよ。これでまた月晶を探す旅が続けられるのですね。さらばバルアよ、しばしの別れだ。私は必ず戻ってくる。おいバイス、ちょいと頼みがあるんだが。なんだい。このままこのデルフィナスでお前らの本拠地まで連れてってもらえねえか。どういうことよ。船長にはクラウディアっていう立派な船があるし、仲間がいるじゃない。え、ええ、そいつはそうなんだが。そういうことか、分かったぜ。何よバイス、何が分かったっていうのさ。ギルダーはクローネに会うのが怖いのさ。だろう。ん、だったらどうだってんだい。お断りってことさ。なんだと。考えてみろよ。俺たちがこうして無事にバルアを脱出できたのはエンリックの協力もあったが、クローネやあんたの仲間のおかげなんだぜ。ってことはせめてその礼くらいは言わなくちゃ、空賊としての義理が立たないってことさ。いや、やっぱダメ？ダメだな。チッ！さあ、飛ばすぜ！クラウディアやクローネのプリムローズを探さなくちゃ。待ってくれ。その前に、この船の船長を決めなくちゃならない。船長って、この船はエンリックのものだろ？いや、確かにそうだが、私は航海については素人だ。他の誰かに船長を引き受けてもらうしかない。そんなの決まってるじゃない。バイス、この船の船長はあんたしかいないよ。私もそう思います。だな、俺も依存はねえよ。と言ったって俺はこの船の乗組員じゃないがな。なに、あんたはどこにいても俺たちの心強い仲間さ。そうだろギルダ。うん、お、まあな。バイス、こういうことだ。引き受けてくれるね。わかった。それがみんなの気持ちなら喜んで引き受けさせてもらう。やったー、自分たちの船も手に入ったし、これでついにバイス一家の旅立ちってわけだね。だな。けど旅はまだ始まったばかりさ。これから先何が起こるかわからないが、みんなで力を合わせて新しい世界を作るために頑張るんだ。オッケー。はい、私も。よし、それじゃあ今から俺たちの新天地目指して出発だ。おー、